の一つととはガジュマルが動くという意味である世界で最も西にあるクメール遺跡、ムアン歴史公園があることから、西奥区クはクメール王朝の支配する町があったと考えられる。アユタヤ王朝時代の三陰法典によれば、西奥区クは機内の第四級国でオークムアンポンカブリーと呼ばれる管理が置かれ、統治されていた。 第二次世界大戦中には空営川沿いに対面鉄道の建設が行われたところの一つで最も多くの被害者を出したとされるヘルファイアーパスも採用区にある。対面鉄道は戦後一部が取り払われたが現在の終着点は採用区群内に存在する。ナムトック採用区駅採用区群は空営の多い川中流の地域に広がっており南西の山地には ミャンマーとの国境が広がる。軍は東部森林地帯にあるユネスコの世界遺産に登録されたトゥンヤイ野ァイカ県野生生物保護区の干渉地帯である西洋区国立公園が位置する。交通は大国鉄のいわゆる対面鉄道の現在の終着点、ナムトック西洋区駅がある。国道323号線が北方と東西方面に伸びている交通の要衝である。 北には、サンクラブリー軍の国境の街スリーパゴダパス。東には、カーンチャナブリー県のカーンチャナブリー。西には、ミャンマーとの国境線、ボーンティーを通じて、ミャンマータニンダーリカンクのダウェイと繋がっている。軍内の主要な産業は農業である。また、国立公園などが設置され自然が豊かであることから、リゾートなどもある。採用区群は7のタムボーンに分かれ、 さらにその階に55の村がある。軍内には2つの自治体が設置されており、以下のようになっている。ありがとうございます。